隊長。殺せ。一気に片付ける。容易に。クライブ様は魔法兵よ。こちらは私が引き付けます。クライブ様、ご無事ですか？大丈夫。それより父上とジョシュアが心配だ。先を急ごう。お怪我は？大丈夫だ。竜騎士を送り込んでくるとは。ザンブレクの奴らめ、戦を始めたいのか？いや、それにしては兵が少ない。ここを落とす気はないな。目的は何だ？もういいだろう。父上と合流する。クライブ様、お待ちを。出発前に配ったロザリアの飾り帯です。奴らが最初から紛れ込んでいたとしたら、まだ兵の中に。
父上とジョシュアが危ない。急ぎましょう。馬を。殿下、ご無事でしたか。ご苦労。ロザリスに戻り隊を編成する。お前たちは道中ジョシュアの護衛を頼む。ジョシュア乗れ。父上。残念ながら殿下、それは叶いません。裏切ったか。下がれブレーモン。逃げよジョシュア、逃げよ。殿下、なってる。くそ、何かあったんだ。ジョシュア！クライブ様、お下がりください。クライブ！すみません、アンブロシア。将軍、アンブロシアを早く。ジョシュア、苦しいのか。こんな時に俺はあいつのナイトだ。ジョシュアを守らなきゃ。クライブ。なんだ貴様は。
召喚獣だと。なぜフェニックスの他に。誰だ？お前は誰だ？
やめろやめろ、それは弟なんだ、やめてくれ。兄さん、ジョシュア、やめろ、やめてくれ。俺はあいつを守らなくちゃいけないんだ。頼む、お願いだ、やめてくれ。こいつはひどいありさまだ。フェニックスは死んじまうし、まったく困ったもんだぜ。それでどうされます、アナベラ様。ふん、どうするですって。ジョシュアを失った今、道などない。信仰芸家のお作りになる新たな世界に全てを託すだけです。そうですか。アナベラ様、こちらに。瓦礫の下で火から逃れたようです。連れて行きますか。必要ありません、殺しなさい。うん、いえ、それはフェニックスの祝福を受けている雑卒にはなるでしょう。芸家の露払いくらいには役立つかもしれません。任せましたよ。連れて行け。おい、起きろ。これからこき使ってやる。ジョシュア。気がついたか。すまない。どうなってる。さあな、タイタンとシバのせいでこの辺りはめちゃくちゃになっちまった。
それで？予想通り鉄王国が引き始めた。出発するぞ。まだ続ける気か。召喚獣シバのドミナントを撃たずに戻れば、どうせ俺たちは殺される。ならこのまま奴らの引き際を狙う方にかけるのが筋だろう。死にたいなら別だが。こんなところで俺は死ねない。決まりだな。それじゃさっさと行こうぜ。長居は無用だ。しかし召喚獣の力があれほどとは。人の姿に戻ればやれるはずだ。その時を狙うしかない。めちゃくちゃにしやがって、あの化け物どもめ。とにかく芝のドミナントを探すぞ。鉄王国の兵士どもだ。タイタンに手ひどくやられたが、だが数が少ない。あれは本体じゃないな。待て。エンファーチ、ベイツだ。シバのドミナントがいる。ついてるぜ。何？間違いないのか。あの国じゃドミナントは奴隷も同然、化け物だったな。クリスタル聖教を信仰する奴らにとって召喚獣の権限は最も危険な儀式。それを執り行うことが許されているのは司祭どもだけだ。さっさと片付けるぞ。フレイスカーツ、アディアリネル・サガリン。助けて。
Must be idle. What Alvation now, King? Alad Scully asked. やったか。まだ息がある。急げ、別の一団が来るぞ。まさかそんな、なんで、なんでジルが。どけ。俺が片付けてやる。
ワイバン集中しろ。なんとかなったか。これは命令だ。ワイバン、そいつを殺して今すぐ首を切れ。俺にはできない、できない。サンブレック公国を裏切るのか。俺はただ生きるために剣を振るってきただけだ。あの国に忠誠を誓った覚えはない。誰の指図も受けない。いいだろう。ならば俺は任務を果たして生き延びる。死にはしない。俺も彼女も。お酒。長くは持たん。さあ、こっちだ。くそ、どうなってる。風獄区か、ダルメキアの壁か。鉄王国の軍勢すら一掃できんとは。召喚獣タイタンが聞いて呆れる。まあ、芝は抑えたか。とはいえ。私を好きにしたいなら、もっと働いてもらわねば。
やさ、あの雷鳴。そのうち嫌でも顔を合わせる。見つけたぞ、裏切り者シド。タイに通達、こちらも動く。お前も随分大物になったな。そいつのおかげで助かったんだ。感謝しろよ。トルガル。ん？こいつの名はトルガルだ。顔なじみか。道理でやけに吠えてきたわけだ。それじゃ後の世話はお前に任せるぞ。クライブ・ローズフィールド。さっきの炎を操り剣を振るう姿、あれはフェニックスのナイトそのものだ。噂には聞いていたが、本当に生きていたとは。安心しろ、お前をどうこうしたいわけじゃない。俺たちの目的はこの子を口説くことさ。目立った傷はないが、一度見た方がいいだろうな。グッズ頼む。何をする気だ。言え。俺たちの隠れ家に連れてく。このままにもしておけない。いいぞ。お前も来い。彼女が心配だろ。シド、早く帰ろう。バーサにどやされる。詳しい話は向こうについてからだ。行くぞ。もうじき着く。まだ黒の一帯の中だぞ。ああ、その通りだ。こんなところに住むバカはいない。魔法も使えず草木も生えない土地にな。それが世間の常識でね。なるほど、それで隠れ家か。ようこそ我が家へ。
まさか空の文明の一石か。ああ曲がりしてる。雨風をしのげるんだな。魔法を使わずに暮らすなんて。頭を使ってなんとかやってるのさ。ここで取れたんだ。えらく手間暇はかかったかな。うん、いけるのに。戻ったのね。よう、タルヤ。その子が例のドミナント？意識が戻らない。ちょっと体の方を見てもらえないか。わかったわ。グツ、手伝ってちょうだい。ばあさんが。代金は払ってある。大丈夫だから安心なさい。ならいいけど。とびきり腕のいい医者なんだ。任せておけばいい。ま、好きに見て回れ。俺は部屋にいる。あのベアラー兵、新入りかしら。いかにも戦がいいって感じだな。おうおう、なるほどね。うちの大将はいつも大忙しだな。たまには酒に付き合ってほしい。さて、あとはシドの部屋の片付けだな。ちょっとした仕掛けを考えてるんだが、こいつがなかなかうまくいかなくてな。さて、クライブ・ロズフィールド、お前あそこで何をしてた？ザンブレク公国軍のベアラーなんだろう。だとしたら、戦場の混乱に乗じたドミナント暗殺、おおよそそんなところか。殺そうとして気づいた。なぜ彼女が。それであの子を助けるために仲間を切って一緒に逃げようとしたか。ベアラーが任務を放棄すりゃ極刑と決まってる。逃げたところでその刻印だ。いずれは軍の耳にも入るだろう。大した冷落ぶりだな、ローズフィールド卿。客への礼儀ってやつさ。ジルをどうするつもりだ？どうもしない。自分の意志で生きてくれりゃいい。利用する気ならもっとうまくやってる。保護してるだけさ。ドミナントやベアラーたちをな。だがこんなことしてりゃ国から目をつけられちまう。ここの連中を守るために一人でも多くの腕利きが必要でね。力を貸してくれないか、クライブ。シドだったな。彼女のことを任せていいか。弟の仇を討つまでは何も考えられない。仇？もう一体の火の召喚獣、それを狩るドミナントを探している。火の召喚獣に2体目がいた。噂は事実だってのか。あの日俺は弟に生かされた。だから泥水をすすってでも生きてきた。弟のジョシアの仇を討つためだけに生きてきたんだ。奴らの監視から逃れることができた。今しかない。これがきっと最後の機会だろう。
最後の。ならもう少し付き合え。仲間にはなれない。最後まで聞け。ザンブレクのロストウィングという村にコートから逃れたベアラーたちが集まってる。そこに火のドミナントらしき奴がいると知らせがあった。本当か。どうだ、付き合うか。仇が見つかるまでだ。支度を急げよ。大広間に行きゃ誰かいるだろう。手を貸してもらえ。いいな。あんた、シドが連れてきた。確かグズと言ったな。これから外へ出る。支度をできる場所はあるか。ばあさんの店と火事場があるよ。ばあさんは取り込み中だし、火事場が先だね。この奥にあるから。火事場か、行ってみよう。待って、これを持っていくといいよ。鍛冶師のブラックソーンはお酒が大好きなんだ。多分これで話を聞いてくれる。あんたがブラックソーンか。だったらなんだ。用がないならさっさと失せろ。シドとロストウィングに向かう。その前に装備を整えたい。知らねえ野郎のために何だって俺が働かなきゃならん。そういうことか。届け物だ。なるほど、あいつの入れ知恵だな。仕方ない、人肌脱いでやるか。どれ。ザンブレクのベアラーヘってのは相も変わらずひどい装備をしてやがる。まあ今日だけは特別だ。ありものでこしらえてやるよ。こいつは酒の打診だ。次回から素材はてめえで持ってこい。オンに切る。シドに振り回されんよう、せいぜい頑張んな。うつに礼を言うか。何か用か。何が必要なんだ。大事に使えよ。よし、できたぜ。どんな敵とも戦えるぜ。これを作るには素材が必要だ。じゃあな。助かったよ、装備が整った。そう、よかった。着いたぞ、もう少しだ。
おい、その辺を開けてくれ。やれ、今日も怪我人が絶えないな。誰か手が空いてるやつ、水を持ってきてくれ。お、俺が行くよ。あっちをお願い、水を汲んでくるから。おい、待て。まったく、なんだって言うんだ。彼らはザンブレクのベアラーを保護したのさ。主が変わってひどい扱いを受けていたようだ。こいつは治療が必要だな。すまんが、タルヤを呼んできてもらえるか。上の階の医務室にいる。頼む、急いでくれ。タルヤ、あの医者のことか。あら、お見舞いなら別の機会にどうぞ。彼女眠ってるから。いや、あんたを呼びに来た。保護したベアラーを見てもらいたいそうだ。患者はどこ？ああ、下の広間に。これで大丈夫ね。患者を医務室に運んで。今日は大忙しだわ。ありがとうよ。ベアラーを保護するときはいつも怪我人が？今回はまだうまく助けられた方さ。もっとひどいときもある。お前さんか、シドが連れてきたのは。俺はオットーだ。ここのことなら何でも聞いてくれ。出かける支度をしている。あとは道具を揃えるだけだ。ならカローン婆さんだな。声をかけてみろ。ああ、そうする。助かったぜ。礼はまた今度。ここに居つくつもりはない。礼は不要だ。そう言うなよ。助けられりゃ恩に報いるってのがここの流儀なんでね。広間の方、騒がしかったわね。鍋の。あんた、新入りだな。いいところに来てくれた。厨房が忙しくて手が足らなくてな。ちょっとテーブルまで料理を運んでもらえないか。もちろん、ただでとは言わないさ。ダチンにその箱の中身をくれてやるからよ。いいだろう。助かるよ。あんたの名は？クライブだ。よろしくな、クライブ。俺はケネス。厨房の一切を取り仕切ってる。さて、運んでほしい料理は3皿だ。どれも出来たてで熱いから気をつけろよ。温かい料理か。久しく口にしてなかったな。食事を持ってきた。お、もうできたのか。うまそうだ。ありがとうよ。
あんた新入りだろ。早速ケネスのやつにこき使われてるんだな。報酬はもらうさ。精が出るこった。頑張れよ新入り。あんたの分の料理だ。わざわざ運んでくれたのかい。歩くのが辛いから助かるよ。前の主人に散々働かされて足を痛めてしまってね。でもここはこんな私でも受け入れてくれる。本当にありがたく思っているよ。キアと鉄王国の戦は凄まじかったらしいな。なるほど、畑仕事にはこんなものまで。おい、食事だ。ああ、読み終わったら食べるよ。ここのみんなの力になりたくてね。今はとにかく役に立つ知識を得たいんだ。早く食べないと冷めるぞ。分かったよ、ありがとう。すべて運んでケネスのところへ戻ろう。おお、運び終わったか。ありがとうよ。料理を運んだ先の客はすべてベアラーだった。ここではベアラーが人と同じように暮らしているのか。ああ、そうさ、この隠れ家はそういう場所だからな。ベアラーってのは外では奴隷みたいに扱われる。自分から話すことも飯を食うこともできない。もちろん温かい飯なんてありえねえ。でもこの隠れ家じゃ自分の意思で話して自分の意思で飯が食えるんだ。それだけでもここに来た甲斐があるってもんだろ。さて、約束通り打賃を渡そう。そこの箱の中身を持っていくといい。今後ともよろしくな、クライブ。こんなとこにもガタが来て。やれやれ、困ったな。木材が足らなくなっちまった。おお、あんたちょうどよかった。ちょっくら修繕用の木材をもらってきてくれねえか。わかった。おお、引き受けてくれるか。壁の修繕をしているところでな、手が離せなかったんだ。大工仕事か。空の文明の遺跡はもともと頑丈ではあるんだが、それでも長年放っておくと崩れちまう。だからこうしてこまめに修繕しとくんだよ。せっかく育てた苗木が潰されちまったら大変だしな。それでその木材というのはどこに行けばもらえるんだ。木材作業所にいるやつに声をかけてみてくれ。必要なもんを教えてくれるはずだ。すまないな、頼んだぞ。今回保護できたベアラーは。ちょっといいか、
修繕用の木材をもらってくるよう頼まれたんだが。ああ、ジョフロア親方だろ。木材ならまとめておいたぜ。そこに立てかけてあるから持って行ってくれ。そうしよう。手伝ってもらって助かるぜ。ありがとな。これだな。さて、あの大工のところへ持って行こう。おお、早かったな。修繕用の木材をもらってきてくれたかい？これでいいのか？ああ、問題ねえ。ありがとうよ。おかげで修繕がはかどるぜ。遺跡の中の生活なんて危険に思えるが。確かに問題はあるが、外に比べりゃ断然マシさ。雨風はしのげるし、隠れ家としては十分だ。そういや、あんた新入りなんだってな。何かと入り用だろう。これを持って行ってくれ。礼など。いいってことよ。ここでの生活は持ちつ持たれつさ。あんたがカロンか。いくらか道具を融通してほしい。ご挨拶だね。まずは名乗ったらどうだ、新入り。クライブだ。お前さん、あの子の飼い主だそうじゃないか。シドが拾ってきてからというもの、私が毎日餌をやってたのさ。これからはあんたがちゃんと面倒見てやんな。もう一人にするんじゃないよ。ああ、分かってる。トルガルが世話になったな。感謝するなら言葉よりも金をお出し。私は商人の端くれだ。金さえ出しゃそれなりのものを売ってやる。さて、道具が入り用なんだろう。何が欲しいんだい？選択だ。持ってきな。金が足りないよ。他に売りたいものはないかい？確かに引き取ったよ。他に売りたいものはないかい？確かに引き取ったよ。いい選択だ。持ち物を減らしたらどうだい？それじゃ持ちきれないだろう。こんなところか。どうも。なんだ、腹でも減ったのかい？飼い主からもらいなよ。クライブだったか。これもきっと何かの縁だ。あの小袋を一つあんたにくれてやる。余計に仕入れちまって困ってたのさ。ありがとう。今後ともごひいきに。
大広間の方騒がしかったわね。おう、どうした？何が必要なんだ？こいつなら敵なしだ。どんな敵とも戦えるぜ。またな。支度は？また出かけるのかい、シード。モテる男は忙しいのさ、カロンバーさん。そういうことにしといてやるよ。行くぞ。ああ。